チャンネル登録者数100人突破。はい、どうもダイヤです。先日ですね、ついにチャンネル登録者数100人を突破いたしました。ありがとうございます。まあこれもですね、皆様のご協力の、おかげでですね、100人を突破することができました。まあ年明けから始めまして、1月1日から始めまして、まあショート動画、モノマネの動画中心ではあったんですけれども、約2ヶ月ですね、動画を投稿いたしまして、ついに100人を突破することができました。他と比べるわけではないですけれども、まだまだ全然足りないところではありますけれども、僕の中では一つの目標として達成することができましたので、本日はご報告の動画ということになります。まあね、まだまだ、ここで満足せずに、200人、300人、さらにはもう1000人、どんどん上を目指してね、頑張りたいと思います。まあチャンネル登録者数100人突破に伴いましてですね、本日は一つご報告がございます。まあチャンネル名が若鷹研究所となってるんですけれども、周りの方々から分かりにくいだの、さらにはまあ僕より年上の方、年代が上の方になりますと、相撲の YouTube というふうに間違えられることも多々ありましたので、チャンネル名をですね、ちょっと早すぎるんですけど、変えたいなと思います。まずですね、誰がやってるっていうのを分かりやすくするために、頭に僕の芸名であるダイヤのをつけたいと思います。で、若鷹研究所はせっかくつけましたので、そのままちょっとまだ間違える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そのまま残しまして、ダイヤの若鷹研究所という風にしたいなと思います。どん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 、僕がね、野球ソフトバンク関係の動画を上げていくと、皆さん間違えずに見ていただけるのかなと思います。というわけでね、本日はチャンネル登録者数100人突破のご報告と、チャンネル名を改名するといったご報告になりました。この動画がね、少しでもいいなと思った方は、グッドボタン、さらにはですね、チャンネルの登録の方も、さらにはですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では、本日は以上になります。ありがとうございました。